ストップウォッチストップウォッチストップウォッチは特定の事象の経過時間を計測することを目的とした時計である。トラック競技に代表されるタイムを競う運動競技の結果の記録や工場などで作業者の作業分析に用いられる。別名は秒時計または精密時計。ストップウォッチの原型は1776年にスイスで作られた。古典的なものは 一般的な時計と同様に、文字盤と針を備え、懐中時計と同じような形状を持つ。針は、長針が、秒針、短針が分針で、文字盤には時刻でなく経過時間が表示されている。計測単位には1、5秒と1、10秒のタイプがあり、1、10秒のタイプは、長針が30秒で一周する。リューズを押すことにより、時計の針をスタート、ストップさせることで、 経過時間を記録し、押すごとにスタート、ストップ、リセットとなる。積算式のものは、リセットボタンが独立しており、一時停止の状態から、再度計測を続けることができる。調針を二つ持ち、ラップタイムを計測できるものも存在する。電子技術の進歩により、デジタル時計の出現後は、文字盤も、数字表示が使われる例が多い。また、機能的にも、 多彩化し、ラップタイムの測定機能を備えることが普通のこととなり、複数の記録を同時に計測できるものもある。機械式時計では、高級な付加機能であったが、電子式の腕時計などでは、内部のプログラム修正だけで追加できるため安価になり、付加機能として備えられていることが多い。現代スポーツの競技大会などでは、人間の目視による状況把握による操作では、 誤差が生じる問題から電気掲示が採用されている。例えば、などの方法を採用している。ありがとうございます。